あの皆さんの話を伺っているとまあ木村さんは再選というふうに最近多くの方もおっしゃっているようですが再選とただ、お話を伺っているとどうもやはり危うい部分はあるかもしれないとまだ分からない部分も,もちろんあるようですとするとトランプ大統領はますますこう選挙が近づくと選挙モードに入ってくるじゃあまたトランプ大統領ぶりを発揮して日本にもいろいろ言ってくるんじゃないかと具体的にどうでしょう。森本本さん今後どういういにに日本に向 やっぱりアメリカの大統領選挙をより有利にするためにはアメリカとして同盟国に何に期待するか何に協力させるかということにつきますから私はやっぱり一つはもちろんあの経済なんですが経済はどちらかというとアメリカの国内のさっき議論した農業州とか酪農州、え。ー まあ自動車産業ももありますけれどもまあそれが一つ大きい,い、うん、から我々ずっと議論しなかったんですけどファイアウェイだとかですねいわゆるデジタル戦争をやるためにえー同,同盟国としてですねえアメリカがやろうとしている中国の情報通信電子機器に対するコントロールをですね日本も協力これはヨーロッパ見たら分かるんですけどえーイギリスはまあ 中央系はやりますけども地方系は堪忍してくださいドイツはもうズーズーイタリアとかフランスはもうその中間でしょう日本はですねオーストラリアと並んで結構イギリスと近いんですねだからかなりな協力をさせられる日本の通信電磁器はだからものすごいダメージを受けると思うんですけどそれはもうやむを得ないもう一つは防衛ですね防防衛衛はホストトネーーションサポ費 あるいは FMS で新しい兵器体系をだいぶ買わないといけないと。その三つですからまあかなり後半にわたってせめてこられるとなるほどいうことだと思います木村さんいかがでしょうかあ,あんまり日本問題というのは選挙の意思にならないと思うそれからおうおうやっぱり安倍トランプ関係というのがあるんで、はい、選挙は終わるまではね、僕は日本問題そんなにないと思う,ん、う選挙が終わって第二期入って安倍さんがまあこれ やめた場合ですよまあ続けるかもしれないけど、はい、そうすると様子は変わってくると思うので、うんうん、さっきの安保問題というのも偏、ね、向性をなんとかしてくれという話で安保改定問題というのは、ね、あのトランプ第2期で必ず出てくるような気がする、はい、その時日本がどういうふうにこれ対処するのか中、うん、考えと日てが一番痛いところかもしれないですね言われるとね。これははトランプは自分が 大統領であるうちにこの問題を片付かなきゃいけないと思っているはずなんですよ。 だからね、これは出てくると思いいます中さんいかがですかそもそも選挙というのは非常にドメスティックな政策を論争することが多いんですけれども、うん、トランプ大統領については先ほどの木村さんが持っていらっしゃったフォーリン・ディフェンス・ポリシーというなんか造語のような普通、フォーリン・ポリシーまたはディフェンス・ポリシーなんですけど外国を守るポリシーというような見出しでびっくりするような、うん、あのの新聞年作品であ。まあ やってしまうぐらいのことがこれからあるかもしれないし、うん、一方で民主党の候補者たちには外交政策とか安全保障政策がなかなか出てきていないんですよね。うん、で今後、誰がそれを出せるのかということにも関わりますけれどもどうもやっぱりトランプに勝てるような、えー、候補というのが今のところ見当たらない、うん、そんな感じがしますね,ねでも森本さんあのファーウェイの話だけありましたが あ,のああいうふうに中国を、まあ、あの孤立させる中で付き合えと日本もなかなかその間で中国を邪険にするわけにはいかない,いですかね結局ですね、最後のところは何かというと<ー>アメリカが考えているのは中国との関係でいうと知的財産をどうやって保護するかということですが、はいはい、その背後にあるのはやっぱり技術と軍事で圧倒的優位を維持するということですね。うんうん でえー、盗まれないようにそして奪われたものは取り返すこれに同盟国としてどこまで協力できるかというのは結構僕は大きいと思いますね。